どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、トランプ合法的な票を数えれば、私は簡単に勝つという話です。オチとしては、トランプ大統領の法廷闘争の可能性が高まってきているというところなんです。アメリカ大統領選のバイデン陣営の不正投票ではないか、とされる証拠がどんどん出てきています。そんな中、トランプ大統領が2020年11月6日に会見を行い、合法的な票を数えれば私は簡単に勝つ、違法な票を数えればバイデン陣営が選挙結果を盗むことになる、我々は多くの鍵となる地域で大きく勝っていると述べました。その会見では他にも、投票日までに郵便投票が届いていなかった、数千万の不正投票があった、選挙監視がまともに行われていないので裁判所に訴える、これらについてトランプ大統領が言及したんです。そしてトランプ陣営はこれまでも何度も裁判所に足を運んでおり、不正であるという大量の証拠があるので連邦裁判所に訴える可能性を述べました。この間、バイデン氏の不正投票らしき証拠もまた新たに出ています。まず前回の動画で話題に触れたネバダ州だと、すでに3062件の不正投票を確認。これはネバダ州の共和党のツイッターアカウントから発表されたものなんですが、このような不正投票が今後大幅に増加する見通しなんです。アリゾナ州では突如カウントされていない当日票の6万4000票が発見され、郵便投票に関しては事前にバイデン氏にマーキングされたものもある上に、ジョージア州アトランタに送られた有権者登録票の宛名がなぜか12年前に死んだ飼い猫の名前だったり、さらにトランプ大統領がツイートしたミシガン州の集計センターの窓を板で覆う様子の動画が相当に拡散されていたり、同じミシガン州のデトロイトでは前回の動画を更新する1823年生まれの有権者が投票を行いました。これはギネス記録なので、ぜひ申請をしていただきたいんです。こういったことが連続して起きているので、まるでお困りの国々の露骨な動きを見ているかのようなんです。ここからはトランプ陣営の動きになるんですが、トランプ大統領は投票用紙に透かしを入れていたという話も出ています。その他の動きとして、トランプ陣営がラスベガスで発表を行い、不正がたくさんあったことを述べました。そして現地時間の2020年11月4日夜、ニューヨークでは公平な票の集計を求める抗議デモ隊と警察が衝突をしたんです。その結果、数十人の拘束者が出ました。同日、元ニューヨーク市長のジュリアーニ氏も開票のやり直しを求めているという状況なんです。現在のところ、トランプ大統領は訴訟の規模を拡大し、5州で不正があるとして提訴の構えています。ここから話をバイデン陣営に移していくと、バイデン陣営は政権移行の準備を進めている最中です。基本的に大統領が変わると日本と違って大幅な人事の変更が行われます。特にバイデン氏はトランプ大統領以上に資金を集め、それをメディアなどに投入しているんです。それに対してトランプ大統領はツイッターで投稿を行うので、非常に安く選挙戦を行っています。こういった図式なので、今までの既存メディアはバイデン氏優勢の報道がずっと続いていたんです。しかも既存メディア側も、バイデン氏が大統領になれば自分たちにも仕事が回ってくるという利権構造になっています。その政権移行の一環として、バイデン氏はホームページも立ち上げているんですが、今のところはトップページのみです。また面白い話としては、2020年11月6日の韓国の中央日報が出した記事で、バイデン氏は2015年10月、パククネ前大統領がワシントンを訪問した際に昼食会を開きました。そこでパク前大統領をもてなしたんです。その時、バイデン氏はキャロライン・ケネディ元駐日米国大使に、韓国人と我々に共通点が多いのは事実のようだと述べたんです。こういった情報があると、今回の不正についても自分の中では納得がいった次第です。
問題はここからどういう展開になるかというところになります。前回自分は過去の大統領選の事例の話をして、2020年12月14日まではこのままの状態であるということに触れました。今のところはトランプ大統領が会見で述べたように連邦最高裁に訴える可能性が高まっています。その場合であれば2回目の選挙である選挙人選挙が行われる2020年12月14日までに判決を終わらせないといけません。もしその日を過ぎた場合、アメリカ議会が大統領を選ぶということになります。ここでポイントになるのが、アメリカの上院、下院の議席数です。アメリカでは2年に一度、上院、下院で選挙を行うんですが、今回は大統領選と同時に上院、下院の選挙も行っています。現在上院では過半数をトランプ大統領の共和党が取っており、下院では民主党が過半数を維持していますが、その下院でも共和党は勢力を強めています。ちなみに条約の批准や大統領人事について助言、指名を与える権限を持つのは上院なんです。そのため仮にバイデン氏が大統領になったとしても、バイデン氏のやりたい政策を推し進めるということは非常に難しく、レームダック状態に陥ります。ここを踏まえて2020年12月14日前後を過ぎてしまうと、下院の全米50州でトランプ大統領、バイデン氏に対して投票を行うことになり、26票以上獲得で大統領就任という方法になります。この場合だと他にも、下院で26票に達せず、上院で51票獲得、副大統領が大統領代行、下院が大統領選出、就任、上下院でいずれも過半数に届かない、下院議長が大統領代行、下院が大統領選出、就任という方法があります。とはいえ、今のところ現実的なのは、前回の動画で話した連邦最高裁での裁判になるはずです。そこで選挙人選挙が行われる2020年12月14日までに判決を見ないといけないということになります。これが今のアメリカ大統領選の状況なんですが、このタイミングで夕刊フジでは安倍前総理のインタビューが公開されました。このインタビューで安倍前総理は、1米大統領選は1日も早い決着が望ましい、2バイデン氏はフランクな紳士、3トランプ大統領は中国に対して明確にものが言える立場と当初から伝えていた、4拉致問題ではトランプ大統領に感謝している、5安倍前首相の体調については新しい薬が効いていて8週間に1回のペースで数回投与すれば治療が終わると述べました。これはいろいろな意味で含みを持ったインタビューだと自分は思ったんです。ちなみにバイデン氏は2013年12月26日の安倍前総理の靖国神社参拝について、2013年12月12日の段階で電話会談を行い、安倍前総理に靖国参拝を見送るよう求めたんです。しかも安倍前総理が靖国を参拝したその日のうちに在日米国大使館で靖国参拝を非難する声明文を出したんですが、その声明文作成を主導したのがバイデン氏だったんです。この声明文は今も在日米国大使館のページで読むことができます。こういう話が出てくると、安倍前総理の辞任のタイミングも大統領選と無関係ではないなと思うんです。そんなわけでトランプ大統領の法廷闘争の可能性が高まってきているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。